ょっと横をさらにソリを入れましたけど今なんで西暦2021年違うんって思うかもしれないけどね、実はその3年ちょっとずらしてんのよ。うちが生まれた頃にね、性転換されたのもね3歳になる直前やし、ちょっとその西暦ずらしてんねんって。まあ3年ぐらい経てばね、その年号ずらしたこともバレないそうですよあの時代にコンピューター導入されたからはねバレやすくなっただけみたいな。第一今年何年って聞かれて、ええ遠いでしょじゃあ正確な年号っていうのはね、じゃあどうなってんのって実は誰も知らない。ああ誰か知ってるかもしれないけどね。じゃあ誰がそれ管理してるんですかって言って、一箇所じゃないから。で結局じゃあどっちが正しいんですか、管理どっちの管理年代が正しいんですか、って対立していたりして、なんでかって言ったら本来天文歴だけがね正しいでしょ。春分の日でも絶対厳然として、まあ一応年号とか西暦なんかと比べてね、春分のやつですかって思うか、明らかに天体的なもね証拠っていうかね、天体証というか明らかにね、その真東から上がった太陽が上がってきた日やんか、その日の話やから、それは誰が見ても一致するやんか。それが天文正月で、それ以外の正月全部嘘やねん。